先生は剥がしちゃダメって言ったでしょ。記憶力ないんですか。なんの、俺だって札を剥がしたいのだ。自分は剥がしておいて、ずるいぞ、てんてん。なんて大人げない。というわけで、最後の一枚だ。どりゃ。結局、こうなるのか。剥がしよう。札はすべて始末した。あとは任せたぞ。得ました。海先生の偽物です。もうやだ。海先生、責任取ってくださいね。美しい。は？精悍なマスク、野獣のごとくしなやかな体、さすが俺だ。偽物とはいえ美しい。キモい。エンテ、修行と思って諦めましょう。ほら、来ます。なんとか倒せたな。ええ、恐ろしい敵でした。最初から避けられた相手だったのにね。どうやら俺は暁に感謝せねばならんよ。はあ？頭どっかで強打しました？常々俺のライバルは自分だと思っていた。そして今日、そのライバルに打ち勝ったのだ。明石先生がライバルではなかったのか。これを感動せずにいられようか。我が青春に一片の悔いなし。大先生、そのお気持ち、痛いほどよくわかります。リオ、大先生、青春万歳だ。どうでもいいけど、これって休憩していいのよね。俺たちまで加わる必要ないからな。ナルト、あとは任せたぞ。